フレデリック・リンガーは幕末から明治時代にかけて長崎で活動した英国人の貿易商。若くして英国のリッチから東アジアへ渡り、1865年から茶の貿易の監督官として長崎でグラバー商会に勤務。1868年にエドワード・ゼット・ホームとホームリンガー商会を設立し、茶の貿易から取引品目を広げ、 事業を拡大。トーマスグラバーの後、長崎居留地で指導的役割を果たし、長崎の貿易と産業の発展に貢献した。1868年に建てられたリンガーの宮廷は、重要文化財に指定され、長崎市のグラバー園に保存されている。外食チェーンリンガーハットの社名は、リンガーにちなんで付けられた。1838年、 イングランドのノーフォーク州のリッチ生まれ、長兄のジョンと同じように若くしてのリッチを離れ、東アジアに渡った。時系のシドニーはユニバーシティカレッジロンドンの医師、生理学者、薬理学者となった。1856年25歳当時、茶の鑑定士として中国で英国の会社、フレッチャー商会に勤務していたことがわかっている。 ティークリッパーと呼ばれた茶の輸送用の快速帆船が、欧州への季節ごとの茶葉の輸送の速さを競い合っていた時代の初期の頃で、中国での茶の取引で富を得るもの、そして失うものがいた時代だった。1865年にグラバー紹介のスカウトを受け、長崎で同社の茶の貿易の監督官として勤務することになった。1868年、イギリス人の同僚、 エドワード・ゼット・ホームと共同で、長崎の大浦11半番地に、ホームリンガー商会を設立した。当初は、グラバー商会時代と同様、茶の取引をしていたが、まもなく日本の第一次産業革命による、運輸、石炭、軍需産業の急成長とともに事業を拡大し、改装、フカヒ機キロの輸出に至るまで、当時の日本の主要な取引品目はすべて、 取り扱うようになった。ホームは、その後間もなく、ロンドンでの事業を指揮するため日本を離れ、最終的に日本における事業の権利をすべてリンガーに譲った。長崎での事業において、リンガーの一番の協力者は、グラバー紹介時代の同僚でもあった、ジョン・ C ・スミスだった。1888年、ホームリンガー紹介は本社を海岸に面した、大浦7番地に移転した。 ホームリンガー商会は、イギリスの保険組合、ロイズの長崎における代理店として活動したり、国をまたいで活動する数々の銀行、保険会社、海運業者の中介業を営んだりした。事業は海外にも広がりを見せ、支店は中国や朝鮮に置かれ、時にはロシアとも幅広く貿易することもあった。1890年代初頭、ホームリンガー商会は、 下関港に支社を設立し、当時外国法人が条約港の外に支店を設立することは認められていなかったため、ウリュー紹と称した。藤原義江のジップのスコットランド人リードは、このウリュー紹の支配人をしていた。旧長崎内外、クラブリンガーは、長崎に渡った当初から、長崎の外国人居留地の政界、社交界に積極的に関与した。 1874年に居留地会議住民代表に選出され、その5年後にユリシーズ・グラントが大統領を辞職して世界旅行中に日本を訪れた際には艦隊役を務めた。1884年からはベルギー領事を務め、デンマーク、スウェーデン、ハワイの領事代理を複数回務めた。1899年に 長崎内外クラブの設立を先導した人物の一人でもあった。当時日本でどのような事業が行われていたのかは日本の二大財閥である三菱と三井について見るとよく理解できる。両財閥は共に膨大な量の石炭を輸出していたがその九州における主な仲介業者はホームリンガー商会の使者である下関のウ流、商会に他ならなかった。リンガーは 長崎と日本の経済発展に多大な貢献をした。長年の間に設立した企業は、機械化された製粉所、蒸気洗濯所、石油の備蓄場、港湾に役、トロール漁業、近代捕鯨など多岐にわたる。1890年代末まで、長崎は日清戦争、米西戦争、あるいはロシア艦隊の開港により、滑狂に湧き、リンガーは、 当地の外国人商人の中で支配的な地位を築いた。香港銀行と長崎ホテルリンガーの成功を反映するものには、1897年に日韓英字新聞、長崎プレスを創刊したことや、翌1898年に海岸沿いに長崎ホテルを建設したことなどがある。リンガーは1906年に健康上の理由でイングランドへ帰国するまで長崎に泊まっていた。 その後一度長崎に戻ったが、長期間は滞在できなかった。1907年11月29日、故郷の立地で死去、去年69歳。意外はロザリー寺の被告教徒用の共同墓地に埋葬された。リンガーの遺産には、数多くの芸術品や、の立地上博物館への寄付も含まれていた。リンガーは、長男フレッドと、 次男シドニーの二人の長崎生まれの息子を残した。フレッドは1940年に長崎で56歳で死去した。同年8月にシドニーの二人の息子マイケルとバーニャは日本の当局からスパイ容疑で逮捕され国外退去とさせられた。シドニーは1940年10月にホームリンガー商会の長崎本社を閉鎖するよう命じられ、 上海への亡命を余儀なくされた。その後シドニーとその夫人は上海で拘束され、日本軍の収容所に抑留された。1941年12月、日本陸軍がイギリス領マラヤに侵攻した時、マイケルとバーニャは英印軍に加入し、マラヤに駐屯していた。バーニャは第14パンジャブ連隊第5大隊に属して戦い、イギリス側が 壊滅的な被害を被ったスリム側の戦いで1942年1月7日に戦死した。マイケルは日本語話者だったおかげで、陥落前にシンガポールから脱出できたが、スマトラで捕らえられ、終戦まで同地で捕虜として過ごした。マイケルは戦後、日本軍の残虐行為の承認として法廷に召喚されている。リンガーの次男シドニーは日本に帰化したが、 戦後長崎の財産をほとんど売り払ってイングランドに渡り1967年に死去した。戦中閉鎖されていたホームリンガー商会はかつての日本人従業員によって再開され2017年現在も北九州市、文字などで船舶代理業などを商っている。グラバー園の旧リンガー住宅1868年に長崎の南山手2番地に建てられ、 リンガー一家が暮らしていた木造の旧宅は、1966年に国の重要文化財に指定され、他の二人の英国人の旧宅と共に、グラバー園に保存されている。リンガーハット公式ホームページによれば、外食チェーンリンガーハットの店名は、長崎で貿易商をしていたリンガーの名前にあやかって付けられた。なお、株式会社リンガーハットの前身、トンカツ、 浜正るの創業は1962年、リンガーハット1号店の出店は1974年のことであり、リンガーやホームリンガー紹介との直接的なつながりはない。ありがとうございます。